開くって嬉しい時ですよね。まあ確かに心を開くというのは嬉しい時ですよね。その通りです。こうね、意味を見ながら言うと分かってくるのかもしれませんけど、何しろ発音が分からないっていうところがありますからね。漢字の字的には分かるんですけどねっていうところがありますが、はい。で、中国語講座1位でした。ひかり先生、ありがとうございました。さあ、ゼッケン33番、新田選手スタートしました。この選手は静岡県の選手。ゼッケン34番、ただいまのタイム、1分42秒4。選手は静岡県の選手。この選手がですね、初めて参加です、コースを間違えないように走りたいと思います。どうぞよろしくお願いしますというコメントを残します。インター選手のコメント、ゼッケン33番つけてる選手のコメントです。さあ、その後追ってスタートしていきましたが、ゼッケン32番をつけてます杉山選手です。杉山選手は、マシンで Z250 ですね。 Z250、タイヤはアルファ14からアルファ13に変えたけど、違いが分かりませんというコメントを残してますね。杉山選手のコメントですね。ゼッケン32番をつけてる選手のコメントです。さあ、その後ってスタートしてきましたのが、ゼッケン31番をつけてます桑島選手、スタートしてきました。この桑島選手は岩手県の選手です。あ、30番ですね、ごめんなさい、31番いないかな。ただいまのタイム1分41秒4。30番ですね。